なんかそういうちょっと やばいあの老人たちっていうのに対して圧をかけていくっていうか、あの心の底から軽蔑している感じとかを出していくっていうのがもっと重要なんじゃないかなと思ってて20年間あんまり変わってないっていう状況がただただ悪化してるってことだと思う。まあ将来的にあり得る話としては安楽死の強制みたいな話も議論に出てくると思うんですよね。これ社会保障制度についてですね、ちょっと成田さんがこうした、提案をしています。高齢者は老害化する前に集団自決集団切腹みたいなことをすればいいと。最強のこれクールジャパン政策になるし、まあ、老人化と経済成長は実はあまり関係ないところにあると。さっきおっしゃった資本主義とその国家体制とは実はこう違うところにあるんだというようなことにもつながるかと思うんですが、まあ、単純に普通の言葉で言えば世代交代みたいな話をなんかもっともっと真剣に考えた方がいいんじゃないかなっていう気がして、やっぱりなんか僕驚くのはなんか日本で例えばメディアテレビとか政治の世界とか経済の世界とかのなんか偉い人たちとかと話すとちょっとコミュニケーションも厳しいっていう人すごい多いなっていう感じで、あの耳も遠いし滑舌も悪すぎて何言ってるんだかわからないっていう人と会う率が結構高いんですよ。別に全然それ自体は人間としてまずくもなんともないんですけど、ご高齢でコミュニケーションが例えば全然まずい人が普通に面接とかに来たら多分落とされちゃうじゃないですか、はい、だけどそれと同じような感じの人たちが普通にものすごく偉いポジションにつき続けて、でしかもなんか僕たちもそれはしょうがないことってそういう国なんだっていうふうに認めちゃってる気がして諦め始めちゃってるような気がするんですよね。ちょっともう一度それの異常さに直面する、でなんかそういうちょっと やばいあの老人たちっていうのに対して圧をかけていくっていうか、あの心の底から軽蔑している感じとかを出していくっていうのがもっと重要なんじゃないかなと思ってて、はい、一番やばいと思うのはその老人たちじゃなくて、むしろその老人たちの周りを囲んでる人たちとか僕たちとかが結構表面上その人たちを尊敬しているような雰囲気を醸し出すっていう癖がものすごくあって、その技術がすごい高いと思うんですよ。でちょっとそれをやめて、あの堀江さんのように怖い雰囲気を醸し出して 1ミリも尊敬してないかのような雰囲気をみんなが醸し出すようになると、やっぱ誰しも周りに必要とされてない感をガンガン出されると辛いもんだと思うんで、少し世代交代につながるんじゃないかなとかっていうのをちょっと最近思ってました。20年前に堀江さん取材した時全く同じこと言ってたんですよ。あ、そうなんですか。だからほぼ一緒。だから基本20年間あんまり変わってないっていう状況がただただ悪化してるってことだと思うんです。これ結構その集団自決みたいな、そのそういう高齢者ってこう退いた方がいい人たちの主体性を促すようなあのことだと思うんですけど、多分それってその人たちって多分自分たちからが邪魔というか、退いた方がいいことを気づいてないか、あるいは気づいてるけどその退かないみたいなことだと思って、そういう人たちをこううまくあの世代交代していくためには、多分今20年それができてないってことだと思うんですけど、何が足りてないのかなって。いやそれはなんか僕たちの世代にとっての問題でもあると思うんですけど、やっぱりその分かりやすいポジションとかなんか承認欲求とか知名度みたいなもの以外の人生における価値みたいなのっていうのに僕たちは気づけてないっていう部分がすごい多いんじゃないかなと思ってて、何が何でも死ぬまで体の限界までそれにしがみつかなくちゃいけないっていうすごい幻想を抱いて生きてるんだと思うんですよ。で別にそれを退いたからって言って人間として終わるわけでも何でもないっていうことに僕たちは気づいて、それをどう実行できるかっていうことが大事。これ成田さん、まさに解決策の一歩みたいなところってどこにあるんでしょうかね。いやでもこれもう一つの側面があると思っていて、はい、安楽死みたいな問題がやっぱりすごく重要になってくると思うんですよ、はい、でなんか日本っていう国をこうバンと賛成と反対に割くような大イシューみたいなのが今後何なんだろうって考えると、まあ、短期的には多分憲法改正とか核武装みたいな軍事防衛の話があると思うんですが、まあ、その次に来るのはやっぱり安楽死の解禁とか、まあ、将来的にあり得る話としては安楽死の強制みたいな話も議論に出てくると思うんですよね。でそういう問題、今の日本社会ってあのもう見て見ぬふりをし続けていて、でそれに簡単に言及できるのって麻生太郎さんみたいなちょっと宇宙人系の人だけっていう感じになってると思うんですよね。だからそういう問題もっと直接的に議論できるような状況を雰囲気を作ろうっていうのが言いたいことが、ね、まあ、オランダとかもう進んでる国もあるわけですもんね、そういった議論が。
で今だとちょっと安楽死が実はすごいお金のあるリッチな人たちのだけに許されたオプションっていう感じに日本だとなっちゃってると思うんですよね。つまりそのオランダとかヨーロッパの国に行けるような人たちってことですよね。だからそれをその日本全体としてどう議論していくかっていうのはすごい重要な問題なのかなっていう気がします。なるほどね。